は自分のファッションコンサルの商品が売れましてお尻のドアップから始まってみるっていうような別に今ってフォロワー数とかチャンネル登録者数の時代じゃないんですよそうじゃなくて別に少なくても自分の商品は売れるしビジネスとして成功できるんですねあとは髪の毛ボサボサだなと思いましたね <laughs> はい。ということで、この動画を見ている皆さんは、コネヒよさんって一体どんな人と思っているかと思いますので、まずコネヒよさんの方から自己紹介よろしくお願いします。こんにちは、コネことヒヨコです。コネヒヨって呼んでください。私は高校卒業した後に、2年間、服職の学校で、ファッション関係の全般の勉強をしました。その後卒業後は、一回ファッション関係から離れまして、全然違う一般事務ですとか、そういった仕事をしてたんですけど、やっぱりなんか、お洋服の仕事がしたいなっていう気持ち があったので今から9年前ににアパレル業界に転職をしましまたそこからはアパレルのレディースファッションの通販の会社で入出荷の管理だとか、まあ、商品登録だとかそういった仕事をしてその後は同じくアパレルの卸の会社で通関の仕事書類を作ったりとか倉庫とのスケジュールの管理とかそういったことをやってきました現在はいわゆるハイブランドになるんですけどそういった会社でバックオフィス系の仕事をしています 2021年の6月に副業の学校に入って。 でアフィリエイトとかライティングとか基本的なところを勉強して今は自分でやりたいって思ったファッションコンサルパーソナルスタイリストの仕事をしたいという夢に向けて sns の発信をしているところですなんかコネヒヨさんとかコネコトヒヨさんとかコネさんとか色々皆さんに呼ばれておりますがなんか何名前の由来ってあるのあのこれはですね今のツイッターのアカウントではなくて本当にただただ昔に作った遊びのアカウントを初めて作るときにじゃあ名前どうしようってなった時にもう単純に可愛い 可愛くてテンション上がるもの何かなって考えたら、あ子猫とひよこってめっちゃ可愛いじゃんと思って。ただ。ただそれだけなんであの全然意味はないんです。すいません。でもまあね。あ、インターネットの世界って結構自由でまあ、本名を使わなくても、あ今だったらこう。バーチャルで顔も作られたりとかいろいろしてます。けれども、本当に自由にね。仕事ができるって言うとこ、ろメリットではあると思うんですけど。 そんな小ネひよさんもですね、ファッション関係のところで、専門学校から通って、今はファッション関係の仕事をされてると思うんですけど、専門学校で一体どんなことを学んできたんですかはい、あの、専門学校では、お洋服全般の知識になるんですけど、お洋服にはどういうものがあるよ、スカートだとか、ジャケット、スーツ、パンツ、レディースメンズいろいろあるよっていうのを、まず基礎知識を勉強して、あとはデザイン画を描く。デザイン画を描くって言っても、芸術的な綺麗な絵じゃなくて、例えばここに縫い目があるよとか、そういうのを きちんと絵型にして描けるっていうような勉強もして、であとは生地がどういう生地この生地はこういう特性があるよとかっていうのを勉強して、じゃあ実際に型紙を布に当てて切って縫製をしてみようっていうところですとか、あとはじゃあその作った完成品を着てみんなでじゃあ発表会しましょうって言ってでちっちゃいファッションショーみたいなことをやったりですとか、あとはですね、ちょっとその色彩の話とか、あとファッションビジネスの話とか、あとはお洋服の今までの歴史、昔からのヨーロッパとかそういう部分 部分からずっと現代に来るまでの歴史とかそういった部分も全般的に広く浅くにはなるんですけどそういう風な勉強してました専門学校、まあ、どっか学校を選ぶ時って何かきっかけがないとここ行こうって思わないと思うんですけどまずそもそも服飾関係の専門学校に行くきっっっかかけってあったんですかそうですねきっかけは私結構子供の頃って何にも好きなものがなくて本当に暗い感じの子供だったんですけど結構高校生の時に原宿ファッションっていうのがすごく流行っててそれってて に結構目覚めちゃっったたところがあったんです、ね、もう高校時代は本当怒られちゃうんですけど授業もあんまり聞いてないでずっとファッション雑誌読んだりとかしてバイトしてお金貯めてお洋服買ってっていうのをずっと3年間ぐらいやってても私は大学に行かなくていいから洋服の勉強がしたいっていうふうに思い始めてそれで専門学校に行くことにしました専門学校時代の写真を小ネンさんから頂い,いているんですけれども結構いろいろね楽しんで困難んんつけたり髪色こんなんにしたりっていう感じの写真だと思うんですけど。<laughs> なん結構服飾 関係ののの専門学校生っってていろいいろろ楽しむ感感じじなのかななもを試すうか作るものもそうですし自分が選んで買ってきてるものも結構みんな様々であとは、まあ、お洋服だけじゃなくて全体としてのファッションなので髪型もすんごい色の人がいっぱいいたりとかもうカラー顔中ピアスいっぱいつけてる人がいたりとかやっぱそういう自由なところっていうのにすごく魅力は感じてましたね好きなことが一応仕事にはなってるというところで素晴らしいと思うんですけどなぜそんな中で今こういうインターネット ネネット系のビジネスを始めようと思った、まあ、2021年に入学されたと思うんですけど何かきっかけってあったんですかそうですねきっかけになるの2個があるかなって思ってて一つは私一人っ子っていうこともあるので両親に今後もし何かあった時に私一人しか、ね、お世話してあげる人がいないのでそう考えると一応ファッションの仕事はしていても会社員ってなっちゃうとどうしても会社に行かなきゃいけないとか休みの日が限られるとかっていうことが出てきちゃうそれがすごく怖いなって思ったんです。 なので、その自分で稼げるような仕事を自分でできるようになれば、いつでももし何かあった時にすぐに両親のところに行ったりとか、そういうことができるかなって思ったのが一つで、で、もう一つは、実は副業の学校に入る前、普通に会社員としてファッションの仕事をしてる最中も、本当お小遣い稼ぎにはなるんですけど、ちょこちょこっと独学で副業ってやったことがあるんですね。そんな中でちょっと YouTube をたまたま見ていたら、京子先生の動画に出会って、いろいろお話をして、 を聞いたりしているうちに今後一生会社員でいるのってちょっと 危険かなって思い始めたんですね一生雇ってもらえないかもしれないって思い始めてだったらやっぱり自分で何かをちゃんとできるようにならなきゃなっていう風に考え方が変わったっていう2点かなって思いますでもどっちもね理由大きく分けて2つあったと思うんですけど結論的にはやっぱり将来を見据えた時にやっぱりこのままで大丈夫なのかな一つの会社に勤めていて会社の体系というか働き方で大丈夫かお給料で大丈夫かといろいろ不安なところいっぱい出てきたと思うんですけどその理由から一歩踏み出して始められない人 もいるんですけどコネヒオさん的にはあんまり怪しいとか思わずにポッと始めちゃった感じですかそうですね2021年で私の周りでっていうのはちょっとわかんないんですけど副業をやってみたよとかっていうような発信してる人とか結構いたりしたのであそんなに抵抗はなく京子先生っていう女性の先生で年も結構近いと思うので、うん、この先生の話だったらちょっと信じようっていう風に思えたので特にその怪しいとか思いませんでしたじゃあインターネットビジネス始めました最初に一番やり始めたの ってどんな分野のビジネスでしたか講座1枚のサイトを作る、そこでアフィリエイトをやるっていうような勉強の仕方があったので、そこで本当に講座見ながら、ライティングの基礎ですとか、案件の選び方っていうんですかね、ASP からどういうものを選ぶか、キーワードの選定どうするのかとか、そういった基本的なところを学んで、それで今違うことやってるんですけど、最初はそんな感じの出だしで、その当時作ったサイトから今もちょ,ちょびちょびと、あの、腰は出てるっていう感じですね。<laughs> そういったでも言ってましたよね。そうですねちょこっとこ アフィリエイトって本当にめちゃくちゃ後になってからレバレッジが効いてくるので昔努力苦労したことが今になって報酬として返ってくるっていうのはよくありますよね構築するまでに時間かかりますからねそこでやめちゃう人が多いですけれどもこの日はその今アフィリエイトでやってきたことってめちゃくちゃ実は生きているのかなと思ってるライティングの知識だったり SEO の考え方であったり集客の仕方っていうところはすごい構築してきたとのよかったのかなと思うんですけど今は具体的に何をしているのかちょっと聞いてみたいですけど今はやっぱり最終的な目標 っていうのがパーソナルスタイリストっていうことで自分の中で固まったのでまずはそこに向けて自分のことを知ってもらわないと何も始まらないので今はインスタグラムでおしゃれ初心者さんに向けたプチプラちょっと安い誰でも手を出しやすい価格帯のお洋服で体型カバーができるっていうような発信をずっとしています小根ひよさんあれだもんね私の個別指導を受けてとにかく自分の商品を持ちたいっていうところがねフィレートは他社の商品を売っているだけだから例えば企業さんがその商品のね販売停止 してしまったりと案件がなくなってしまったらまどうしよう。というところも、やっぱりこのビジネスを始めようと思った理由2つが揺らいでしまう。というところがあったと思うので、これ自分の商品を作りたいってとこいがめちゃくちゃ強くあったと思うんですけど、個別指導を受けている中でも何をじゃあ自分の商品にしたらいいかってめっちゃ悩んでましたよね。そうですね。ファッションはファッションでもね。色々種類があるし、じゃ、自分の良さをどういう風に出していけば一番よく見えるのかとかめっちゃ悩んでましたね。そうですね。めちゃくちゃ悩んで結構何回も失敗してはいますよね。具体的に何どこら辺が難しかった。 で、やっぱり差別化っていうんですかね。やっぱインスタグラムってもうファッションの人しかいない,い,いなそこは言い過ぎかもしんないけど。もうめちゃくちゃいるので、で、おしゃれな人もたくさんいるし、プチプラ今やってる、例えば GU ユニクロとか、発信の人もめちゃくちゃ多いので、その中での差別化っていうのがものすごく悩んだというか、もうどうしたらいいかわからなかったですね。インスタグラムイコール美容とか、うん、ファッションってのはすごくもう大きいボリュームを占めるところ、もう一つのブランドだけで一つのアカウント全然できちゃうよという ぐらいね ジャンルにはなってくるんですけれどもその中で試行錯誤してアカウントを何個作り変えましたっけ今ので多分4つ目だと思いますごいと思う <laughs> 挫折せずやり続けてるのがすごいと思うんだけどなんでアカウントいろいろ運もあったりすると思うしジャンルを変えたっていうのもあると思うんですけど今4つ目に経てるその1個2個3個ときた過程を聞きたいんですけど一番最初っていうのが京子先生の個別指導を始めた時にそれもでも私も考え方が全然できてなくて私なん の発信したらいいんだろうってなった時にデニムに特化したアカウントにしてみようっていうことで一回やってみたんですけどデニムっていうのも結構限られてきちゃうっていうのとあとは真似しやすいかどうかっていうのもちょっと微妙かなって思ったんですねやっぱり私自身がもうそういう気持ちになっちゃってこれ本当にうまくいくかなっていう気持ちになっちゃってた時点でおそらくダメだったと思うんですねもしそこで考え方違ければちょっとまた違う結果だったかもしれないんですけどちょっとなんか諦めモードに入って 確かにインスタって簡便性というかそれを見て自分でも簡単にできるかみたいなところってめっちゃ大事ですよねそうですよねデニムを履いてる人はファッションの中でもデニムってすごい大きいボリューム占めると思うんですけどじゃあそれが見てる人にとってできるのかみたいなところそうですね私一つ目のアカウントから知ってるんですけどデザイン性とかリールの作り方とかフィード投稿もめっちゃ変わりましたよね <laughs> ひどかったと思うよす <laughs> ちょっと見てくださった方ごめんなさいっていう感じ、ね、それれだけけ、ね、け投稿続けて続てていで そんんなななに上手くくるんだっってて思うぐらいめちゃくちゃゃ成長したなってありがとうございます本当にアドバイスいただいたおかげでちょっとずつですが特にインスタってビジュアルのプラットフォームじゃないですかメラビアンの法則ってありますけどほとんどが視覚情報でいいか悪いかみたいなとこを判断してるので人間はもう最初のパッと見の印象フィード投稿だったら1枚目リールだったら最初の23秒でいいか悪いか決めちゃうので、まあ、そこを結構4つ目に至ってからはかなりそこがブラッシュアップされた感は私もすごく感じたんですけど 来たかなっていう感じです <laughs> デザイン性で工夫したこととかここ変えたらこんなに投稿伸びたとかありますか先ほど京子先生おっしゃってたようにリールだったら会心2秒でとにかく引きつけるっていうところをすごく意識したのとあと間伸びしないっていうんですかねダラダラしちゃわないパッパッパッと切り替わるようなっていうのも意識していますあとはカバーですね表紙をどういう感じか統一する私だったら写真にちょっとグレーみたいな感じのフィルターをかけて白文字でタイトル入れるみたいなそういう 統一感っていうのは出すようにしてます結構インスタのウォールに並んだ時に統一感で大事ですよね昨日の投稿と今日の投稿が全然違うとなると同じ人が出してるのかなと思いますしね結構そこ大事ですよね今のデザイン作ってるのって何で例えば動画編集してるとか何でカバー画像を作ってるのかスマホそうですね全部スマホです動画はビューティープラスっていうアプリで動画を撮影してとブローで編集をしてっていう感じで動画自体はそれで作っていてカバーって バーの方はキャンバーで作ってます言ってしまえばスマホ1個で完成しちゃうぐらいの <laughs>。パソコンしばらく開いてなかったですね <laughs>。投稿を作るるまでででにどどうういいいい流れでやっっててかちょっと聞いていきたいんですけど私の場合はやっぱ体型カバーっていうところとプチプラっていうところがテーマになるので、まずリサーチ、リサーチと構成組むところが結構苦労してるかなっていうところで、体型カバーって例えば下半身が太ってて気になってる人って実際どこに悩んでるんだろう足が太いのじゃあどういうアイテムで 補足見せようとかそういった部分が結構悩むところでそれをリールなんで大体10秒前後でどうやって見せようっていう構成組み立てるまでが結構大変1,2,3日かかったりとかもするんですけどあとはその撮影入ってしまえば撮って編集してキャプチャー書いてって感じなんでそこは1時間とかあればできちゃうかなって感じですねぶっちゃけ撮影する前が大変っていうことですね <laughs> そうですね <laughs> そこがぐちゃっとしてると変なもんが出来上がっちゃったりするので、うん、でもその考え方ってすごくブロ ご記事書くというかこの SEO の考え方とかリサーチの仕方とかめちゃくちゃ役立ってるんじゃないかなと思うんですけど具体的にどういう風にリサーチをしてこのテーマでいくってなった時にどういう風にリサーチをして構成決めてるのかまずそのやっぱり何に悩んでるのかっていうのを見つけるのがすごく難しいのでインスタ内でのハッシュタグもそうですしあとインスタ内の発見欄を結構ザーッと見たりとかしたりあとは結構そのインスタ以外の例えば TikTok とか YouTube とかでこういうキーワードが なんかネガティブな、例えば下半身デブとかそういうキーワードを見つけるとそういうのをちょっと探してみたりとかあと知恵袋とかで実際に悩んでる人がこういう文章を書いてるなとかっていうところから拾ったりしてますね結局ハッシュタグって SEO でいうキーワードのボリュームみたいなところとすごい似てると思うんですけどハッシュタグの付け方とか例えばキャプションの書き方とかで工夫してることありますかハッシュュタグのの付け方はははボリュームてていいうのを結構考えるようにしていて一番少ないところは私は5000 ぐらいから大きいところで10万いかないぐらいまでのキーワードを結構拾ってきてインスタってハッシュタグ30個つけれるんで20個はもう自分の端に合わせたもので結構固定しちゃってて残りの10個をその投稿に合わせた例えばウエストが気になる時の投稿だったらウエストなんちゃらとかっていうそういういそこにマッチするようなハッシュタグを10個探してつけるっていう感じにしてますねキャプションの方は最初の方に私は誰ですっていうことを 書いて私の場合は割と動画でも結構変な顔したりとか変な動きしたりとかフランクな感じを出したいので文章も割とちょっとふざけたような感じにして終わりになすかフィード投稿とかそのコンテンツっていうところに集中しすぎるとブランンディングっていううところがが若干欠けちゃう気すするんですよそれも私もめちゃくちゃ思ってて例えばこういう風に真面目に喋ろうとすると見てみたら私の良さ自分の良さっていうのが出にくくなってしまうから。SNS こは難しいですよね,そうですねバランスそこがすごく難しいと思います小根ひさんって普通にこうやってなんか仕事の話する時と例えばオフ会とかお酒が入って飲む時と全然こう印象がやっぱお互い違ったりするじゃない小根ひさんの商品を買いたいというふうに思うんだったらもちろんコンテンツがいいことは当たり前なんだけど人柄とかね喋ってみた時の印象とかってめっちゃ大事ですよねそうですよねなんかどこまで出したらいいかなっていうのもちょっと悩んだりとか言ってましたよねはい。ブランディングの作り方というか出し方で悩んだ こここととととかか逆にれハマっっったたなて思ありますちょっと前までは、今のインスタのアカウントでも、なんかキャラじゃないのにクールに決めた感じで作ってたんですね。<laughs> だけどやっぱり見てくださる方もいたけど、なんか自分でもしっくりきてなかったし、あんまり実際反応も良くなかったんですね。で、そうじゃなくて、例えばお尻のドアップから始まってみるっていうような、そういうリールをちょっと作り始めたりすると、反応も良くなったりですとか、あとコメントいただいたりとか、あと実際にお会いした方からあのとか、 動画めちゃくちゃ可愛いですとか言ってくれたりとかやっぱそういうんでなんかこっちの方がみんなも親しみを持ってくれるのかなっていう風にだんだん気づいてきたかなって思います私もね骨広さんとも1年2年の付き合いがありますけど骨広さんってめちゃくちゃ真面目だし貴重面なところがある方なんですよだから言ったことはちゃんとできるし自分の頭の中を整理することも結構得意なのかなって思ってるんだけど骨広さんめちゃくちゃ可愛いとこあるんですよ皆さんこれわか、ね、なかなかねブランディング作っていくとき難しいから出していけないかもしれないけどそこをね出していけると やっぱりコネヒオさんめっちゃ可愛いとかあこれ話してみたいって思うポイントなのかなと思っていてそれは私もすごく難しいところではあるのでそこで出していけるといいよねふざけるというかあの真面目なんだけどふざけたい時があるんだよねコネヒオさんはねそうなんで、ね、す。そうなっちゃうスイッチが入る時が大人なんだけど子供みたいな心を持ってるというかで私も大人になって気づいたんだけど例えば30代40代になっても私の心って小学生のままからあまり成長してないんですよ子供の頃から例えばですけど私たちが小学生の頃に 思い描いていた大人ってもっとしっかりしていてもっと真面目だったんだけど自分が大人になってみるとあれなんかあんま変わってないんだけどみたいな。ちょっと理想と違うぞみたいな。<laughs> そう だからあんまり子供もはね見てほしくないけどあんまり大人って真面目じゃないというかしっかりしてないとこもあるんだなみたいな <laughs> まあ見ている人は多分コネヒヨさんと同じ年代であったりとか性別とか趣味趣向が似ている方だと思うのでそこを出していけると上手にねなんかうまいこと出していけると私は自分の商品めちゃくちゃ売れてくるんじゃないかなってインナーカラーが特徴だったりとかそうですねね可愛い,い,い,いよね <laughs>、うん、これ特徴にしていこうかなううピンクのインナーカラーが入ってるのはコネヒヨさんみたいなそうですねそうう私で言うとメガネ みたいなねそういうのを作っていけるといいなと思うんですけど。じゃあ実際ですね、インスタグラムを始めて、成果を聞いていきたいところなんですけれども、どうですかインスタグラム自体はですね、今まだフォロワーさんがやっと700人、750人ぐらいになったところではあるんですけど、インスタグラムの方を続けていて、2023年7月にですね、実は自分のファッションコンサルの商品が売れまして、おめでとうございます <laughs> ありがとうございます。まずは、素晴らしいなと思っておめでとうございますって言いたいんですけれども、<laughs> この動画を見てる皆さんは、例えば、 インスタグラム始めたら何万フォロワーいないといいとけないんでしししょょ始めててもももチャンネル登録者が多くななななけけれれれば稼げいいんんんでででと思ってるかすどこの日尾さんをね、私の YouTube に呼びたかったかっていうと、別に今ってフォロワー数とかチャンネル登録者数の時代じゃないんですよ。そうじゃなくて、別に少なくても自分の商品売れるし、ビジネスとして成功できるんですね。今この日尾さんおっしゃったように、まだ750人ですと。全然1000人いってないんですけれども、自分の商品を売ることができたっていう、これ素晴らしい実績だなと思って、この日尾さんぜひぜひと言ってね、 ここに来ていただいたわけなんですけれどもどうですか実際多分コ小値広さんの中ではこんなまだ1000人もいてないのに自分の商品売れると思ってなかったと思うんですけど実際売れてしまったとまあ簡単に言うと、ね、それからどんな感じで進んでいったんですかまず最初に連絡が来たのがインスタの DM だったんですねお相手の方が男性ではあったんですけれども男性の方で会社経営されていてご自身の会社の宣伝用の写真を撮りたいんだけど着ていく服がないんでちょっとお手伝いいただけませんかっていうような依頼が来たんですね私ターゲットに してたのが30代から40代のちょっと自分に自信がない女性っていうのを想定してたのでもうめちゃくちゃ想定外でまどうしようって思ったんですねなんですけどこれチャンスだからちょっと断ることは絶対しちゃダメだと思ったんでもうすぐに受けますっていうような形でお返事したんですねそこからは相手の方に事前のヒアリングをしてその内容としては身長体重とか体型的な部分ですとか今回のファッションコンサルでどういったことをイメージしてるか例えば与える印象が 柔らかいものにしたいだとかあとはお悩みとしてちょっと胸板が厚いからすっきり見せたいとかそういったお悩みの部分とかも聞いてあとは私の方でまあ1週間ぐらいかけてそういった部分も加味しながらネットとあと実際の店舗見に行ってこういうお洋服ご提案しようかなみたいな感じでリサーチをしていきましたねこの辺さんの窓口はぶっちゃけ自分の商品として例えば LP があるとか LINE を作ってあるとかそんなんでもなくいきなり DM に連絡があった感じそうですね急に <laughs> ゲームが来ました <laughs> めっちゃ驚いたでしょ <laughs> びっくりしましたかかしかも男性だったんだもんね <laughs> あそうですねあて先間違えてないかなって思いました <laughs> 女性をターゲットにしてたわけなんですけど、まあ、男性の方が来たということでファッションにねずっと携わってた小根ひよさんだからそこはクリアできたと思うんですけれどもで実際その1週間ぐらいかけてコーディネート考えたりとかいろいろ考えていて一緒に何買い物に行 であの服を選んだ感じそうですね。そのファッションコンサルっていうお仕事の中の一つで、買い物をどうこうっていう、お買い物を一緒に行って、あの実際に試着を手伝って見てあげるっていうような仕事があるんですね。で、今回は私も一応バックエンド商品はそれを考えているので、結果的にはいきなりバックエンド商品が売れてしまったっていう形になるんですけど、<laughs> <laughs> 奇跡が起きたと思って <laughs>。まあリサーチをして、実際どこにお買い物に行くかっていうのもそのヒアリングの時点で決めているので、そこのお洋服を前日とタ 当日の朝市でいて本当にちゃんと在庫あるかなとかなかった場合こっちにしようとかっていうのを最終チェックした上で合流して一緒に来てもらって。 であとはそのご本人が来た時に一番しっくりくるものっていうのを一緒に見てあげるっていうような形ですね実際にその方にオ k ケーを頂い,いておりますのでビフォーとアフターどんな風になったかっていうところなんですまずビフォーの写真がこちらなわけなんですけれども小根弘さん最初これ見た時はどうしようって感じでしたなんかどこ直したらいいかってパッと思いつきましたかやっぱり体型が結構上半身大きいなって思ったのでそこをカバーできるようにしようで割と足の方はスッキリしてるかなと思ったので あとは、髪の毛ボサボサだなと思いましたね。確かに確かに。会社の社長さんでね、写真撮りたいということだったので、まあなんとなくね、T シャツとちょっと短パンではちょっとね、心もとないというか足りないかなっていう印象だったと思うんですけれども、<laughs> ここから、じゃあ、アフター、コネヒオさんのバックエイド商品ファッションコンサルを受けて一体どうなったかというと、こちらになります。すごい。<laughs> めっちゃかっこよくなりましたね。そうなんですよ。やっぱりご本人も何着ていいかわからないから、今まで黒とか、ネイビーとか、良くてグレーしか着たこと ないみたいなことをお話しされてたんでもっとそうじゃない今特に夏なので爽やかな感じの明るめの色でご本人のお肌の感じとかに合うような色を選んでっていう風にしてみましたね。すごい髪型もボサボササからめちゃくちゃ決めてますしそうですね。<laughs> 印象としては普通スーツを着たらやっぱりネクタイをしなきゃいけないんじゃないかとか中はシャツにしなきゃいけないんじゃないかっていう印象があるんですけどスーツは着てるんだけど例えば T シャツで崩していたりあえて靴で崩しているっていうところがすごい忌ん ととといいいうかかトレンドチックだなな思思っっって私はかっこいいなと思ったんですけどそうですねそれもやっぱご要望の中にあんまりこう硬くなりすぎないラフな感じを出したいというようなことだったんで例えば中 T シャツ今は白着てると思うんですけど他のちょっと柄がついたものでもいけるようなスーツ自体は割とシンプルで形の綺麗なものっていうのをご提案したあとは靴もスニーカーだったりサンダルでもいけるようなとかね何でもいけるようなっていう。 いなななパターンででも対応できるような服みたいな結構ね今色っていうところは出てきたと思うんですけど案外服着る時とかって例えば髪の毛の色とか、まあ、肌の色とか服の色って自分で分かっているで分かっていないっていう方は多いんじゃないかなと思うんですもちろん服飾関係やられてるのでカラーに関しては詳しいと思うんですけどこの動画を見てる人でもファッション結構難しいって思ってる人いると思うんですけど,何、ま、ずどこ基準に普通選ぶの色ってそうですね私パーソナルススタイリストっっててていいう資格も持っていてそこではあのやっぱ 肌のののの色色とと相性いいいいお洋服っっっってうう勉強もすするるんですけどやっぱりそのちょっと顔がが黄みがかっている私のようなブルベとか言える、イエベあそうです、そうです、そうです。あんな感じですね。<laughs> イエローベースのイエベの人は割と赤とか暖色系ですね。茶色とか、テラコッタとか、そういうちょっと深みのある赤、オレンジ系、黄色系が合うよって一般的には言われてて、あとはそのブルーベース、ブルベって言われる人たちは逆に寒色系、青とか、そういうグリーンとか、そういう色が似合うよって一般的には言われてるので、 でそこはベースにはしてほしいんですけどただそこにこだわっちゃうともうなんか私これしか着れないってなっちゃうのでだから私はあんまりそれにとらわれずに実際に着てみてしっくりくるかどうかすごく抽象的な説明になっちゃうんですけどいやあのね私は多分ブルベって言われたことがあって青とかグリーン系ちょっと寒色系が似合うよって言われたことがあってそうなるとそうやって言われると赤とかオレンジ系の色とかなんか身につけにくくなっちゃったっていう経験私もあるんですよ。そうですよねな もったいないというかそれがなんかおしゃれすることの楽しみを奪っちゃってるかなっていうのはちょっと思うんですよねなのでまあそこもちょっと飛び越えられるように私がコンサルしてあげたいなっていうのは常に思ってますね小根平さんから見て私が例えばこういうスーツを着るってなったら何色が結構コーディネートとしてあのアドバイスしていただけますか結構やっぱり京子先生何度かお会いした時にネイビー系多かったかなって思うんですけどネイビー系す,すっごくやっぱり似合ってるんですよなんですけどちょっと ちょっとさっきの男性の彼じゃないあれくらいの明るめのベージュとかも結構綺麗に見えるんじゃないかなって思います明るい色って抵抗あるって言ったらあれだけど黒ととかなんかネイビー着ると落ち着くっていうのかな白って結構、まあ、今も着てますけど太く見えるんじゃないかとか広がって見えるんじゃないかとか特に私ね白い系のパンツ履くとななんんかかかか落ち着かなかったりするんですするででよ本当ですかこれはマインドブロックかかってるだけかもしれないんですけど例えば一回誰かに似合うとか言われたら結構自信が持てるのかもしれない 今ちょっと画面越しですけど見ててちょっと濃いめのオレンジとか似合いそうだなって今思っていました<ー>今度着てみようかでもそういうことが私すごく大事だと思っていて多分私みたいに今小ネヒさんに「んか私こうやって言われたことあるんだけどこれってどう思う?」って聞けるっていうのがめちゃくちゃ大事っていうか友達だったら「いい」って言うかもしれないじゃん「あ似合う似合う」って言うとお店の人もそうだけど全部似合います似合いますって言われるからな本当に似合うのかなみたいな時あるんですよねお店の人には絶対聞いちゃダメで絶対似合うっていうか <laughs> そうです だから、まあ、ズバッと例えばこの色は今回はこういうテイストでやるときはやめた方がいいですよとか逆に今いつもと違うこれってどうですかって提案してくれるこのファッションコンサルって私めちゃくちゃ魅力的なんじゃないかなと思うんですけど <laughs> ありがとうございますそうですねなんか受けてくださった方の楽しみが生まれたらいいなって思ってますそこでファッションコンサルって私は受けたことちょっとないのであんまりよくわからないんですけどこの動画を見て受けてみたいなって思った方もいると思うんですだけどそんなことをやれてもうどういう手順でどんなぐらい費用かかる のかなとかあの同行するのって何時間ぐらいかかるのとかまあ、結構ハードル感じる方もいるのかなと思ったりする例えばオンラインでもできますなのか例えば費用は例えば1万円ぐらいで収めたいですとかに対応してくれるのかとかそういった疑問も出てきそうなんですけどちょっとそこを教えてほしいなまだちょっと私自身に関してはまだ細かくはちょっとまだ決められてないんですけどやっぱり一般的なファッションコンサルってなるともちろんオンラインでやってる場合もあったりします私もそれもちろん考えていてなんですけどやっぱりオンラインってなると どうしても画面でしか見れない。実際の肌の色どうだろうとか、体型どうだろうとかっていうところまでは全部は見切れないので、やっぱり画面越しでの情報で、それに対してこんなお洋服どうですかっていうことを、例えば何かどっかのブランドのお洋服の URL 送るとか、そういうことはできると思うんですよね。あと、実際に会ってってなると、その事前にヒアリングをしたものと照らし合わせたり、もうちょっと距離が近いところにいれば実際に一回お会いして、採寸ちゃんとしたりとか、 もできるんですねその分ちょっと費用も高くなっちゃったりはするんですけどそういうやり方もあります費用も結構相場で言うと半日一緒にお買い物同行してっていうので大体4,5万とかもうちょっと時間長いと5,6万とかっていうところが相場にはなってくるのかなっていう感じですねちょっと私もこれからどうしていくかっていうのは練らなきゃいけないんですけどどこのブランドが好きかとかどんな時に利用するシーンがどんなのかとかによっても結構相場というか 予算は変わってくるかもしれませんけど何よりもやっっっぱ印象ってめっちゃゃ大事じゃないですかそうですねパッと見た印象例えば今回のご依頼された方でいうと会社の社長さんで人前に立たなければいけないって一,一世一体のなんかステージとかだとやっぱり結構大事な場面だったりとか何かプレゼンをしなきゃいけないとかだとねすごく大事なところだと思うのでそれ以上の価値は私はあるんじゃないかなとすごく感じるんですけどやっぱり。副業のの学学校校でで私もももオンンラインビジネスの学校をととっっっててて勉強してるんでやっぱりもうちょっと価値をつけてもうちょっと その分高いいいい商品を作っていきたいなってててきたなうには考えてます今回この成果が上がった理由っていうところもちょっと聞いていきたいんですけれども小根弘さん最初やっぱり自分って何者なんだろうとか自分が今持っているもので何が提供できるんだろうかっていうところですごく悩まれていたと思うんですけどそこでいろいろオンラインビジネスとかこのね内容でもこう自分の分析とかの結構するやつあるんですけど具体的にどんなことをやってきてで今これが逆に強みです逆に弱みですみたいな。 オンラインビジネスの学校のコンテンツにもあるんですけど、京子先生の個別指導を受けた時の一番最初の課題というかワークが、今までの自分の棚卸しっていうんですかね、子供の頃にこれやってこれやってこういう経験してとかで何を成し遂げた何を挫折したとか、そういう細かいことを全部書き出していって、人によく言われることとか、あなたってこうだよねって言われるよとか、そういうものも全部書き出していって、 で、多分結構な時間をかけてやったんですけど、それを自分で見た時に、私結構人にアドバイス求められること多いなっていうのに、その時初めて気づいたんですよね。よくやっぱり言われてたのは、家族とか友達にちょっと洋服買いたいけど、自分じゃわかんないから一緒に来てくんないとかそういうこと結構言われることが昔からあって、 でこれとこれが合うよとかっていう話をよくしてたんですけど、こういうのを急に思い出したっていうか、そのワークをやって初めて気づいて、なのでそれやるまでは私そのコンサルやろうなんて思いもしなかったんですね。だからやっぱりまず自分を知るっていうことが一番大事だったかなって今になって思いますね。すごいでもそれって結構簡単そうに見えて自分のことって一番分かってなくってかなり難しかったし、かなり時間もかかったのかなと思うんですけど、でも逆にそれが今になってすごい生きてきてるっていうことですよね。そうですね。良かった。 突然来た DM ではあったんですけど、自分の商品が売れたというところで、後日アンケートも取ったというところなんですけど、どうでしたか実際自分の商品買っていただいて反応はまずそのお客様の反応はもう大満足ですというに言っていただけました。すごい。いよかったですね。ありがとうございます。終わった後に帰り際にちょっと歩きながらお話しした中でも言ってくださったんですけど、やっぱ一番嬉しかったのは、お洋服を買うのがこんなに楽しかったの初めてですって言ってくださったんですね。もうなんかそれがすごく嬉しくて、やっぱりファッションの世界 世界で一応生きてる人間なので誰か一人にでもそういう風に思ってもらえたらもう仕事終わりって感じわ、ね、かります多分目的としては今回のステージに立つだったり何か写真を撮りたいためにかっこいい服とかかっこいい髪型をするということだったかもしれないけどその商品の裏側ですよね多分ベネフィットっていうところが今回のね商品買っていただいた方かなえたのそして小ネヒロさんもそこを感じてほしかったっていうところがダイレクトに伝わったのが一番良かったのかなと。本当に良かっったと思ってます 今回は服選びコーーディネートが主じゃないですかだけどその裏側にある服を買うことって楽しい服ってなんかすごいこんな魅力があるんだってことに気づいていただけたのはねすごい発見でしたよねそういうふうに思ってもらえるんだっていうのがなんか実感できて私もすごくありがたかったですねこねひはさんそういうところも出していった方がいいのかもね今後コンテンツとして多分なんか今ってさノウハウハといいうか情報はありふれているじゃんだから小ねひさんのなんか人柄可愛いい感じとかふざけちゃう感じとかそういうところもありながらちゃんとコンサルはできるんだよっていうところそして お客さんがその商品を買っったたに嬉しかかこととかそういったものも出していけるとなんかファンめちゃくちゃ増えていきそうな気がする。ですね。どうやって出そうか、ちょっとこれから考えなきゃなって思いますね。今回ね、一応商品売れたことはすごくおめでたいことではあるんだけれども、でも自分の商品をこれからもっともっと販売していく上で、集客の難しさすごく今回感じられたと思うんです。でその部分、いいことばっかり言ってもあれなので、これから改善していきたいこともちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、何かありましたかややっっぱりインスタしか今やってないの もう本当にインスタってて最初は全く見てもらえないですねのもザラで、すしなのでやっぱり、インスタで言うならば、最初のうちはもう、投稿も毎日するけど、ちょっと自分と似たような発信されてる方のアカウント見に行ってみたり、そこにいるフォロワーさんにいいねしたりとか、コメントしてみたりとか、そういうインスタ内の営業活動じゃないですけど、そういったコミュニケーションを取ろうとする努力っていうのもすごく大事かなって実感してますね。 私今やっと750人ぐらいになって。 んですけど、700人超えたぐらいからやっとリールを見てからフォローしてくれるそういう通知が来るんですけどリールからフォローされましたみたいなそういう通知がやっと増えてきた感じがしていてこれがこうアカウントパワーがついてくるっていうことなのかなっていうのをちょっと今思い始めているところですねやっぱりそういうところのインスタでの集客ってやっぱ結構時間もかかるし難しいなっていうのは感じてますねまあでもこの予算ですごいところは、ね、続けてることだよやっぱり ブログもしっかり、SNS もしっかり、作り上げていくものだから、3日未晩でね、突然10万フォロワーとか絶対ないわけですよね。やっぱ認知をしていって、教育をしていって、販売していくっていう流れは、マーケティング通でそこ崩せないところになってくるので、小根さん、それをね、崩さないところが偉い。もう継続してるところがすごいから、必ずね、結果は出てくると思うし、もうすべてに結果は出てると思うので、これを着実にブラッシュアップしながらも続けていくこと。これをやれば、そこの部分はクリアできそうな気がしますけどね。ありがとうございます。あとなんかある、難しかったこと。 あと、あとそのインスタ以外のことで、これからちょっと考えなければいけない部分なんですけど、やっぱり自分の商品をどう設計するかっていうところ、さっきのお話とちょっと被っちゃうんですけど、バックエンド商品をファッションコンサルのお買い物動向っていうのを一番大きいものにしようかなって考えていて、じゃあそれを例えば10万円で売りたいってなった時にどういうふうに価値をつけようかっていうところが、なかなか自分一人ではまだ何ともわからないというところが一番大きくて、あとはそれまでの無料オファー からフロントエンド商品とかって結構同業の方って細かくいろんなことやってたりするのでその辺どうやって取り入れようかなっていうのもこれから今回1回サービス入れたタイミングでもあるので割ともう早急にそこ組み立てちゃいたいなっていう風には思ってますそれが課題かなって思ってます商品設計の部分だよね実際そういうの整えじゃなくても DM で来て買いたいですっていう人もいるわけだから結構ここは、ね、作っていった方がいいよねやっぱり次の依頼が来た時に何も決めてませんじゃちょっと困っちゃうかなと思うので早めに考えない よく言われるのは1万フォロワー行かないと例えばハイライト置かない方がいいよとか商品は売らない方がいいよ言いますけどそれはなんか一般的な平均を取った答えであってでも小ネヒさんの場合売れてるからさジャンルとかでも全然違うのかもしれないんだけど何よりはあった方がいいからそういうの作っておいてあげるとただ小ネヒさんのやつ見てファンにはなってるしよくは見るんだけどそんな商品あることさえも知らないっていう人めちゃくちゃいると思うんですよ。で私もよく「副業の格好って何ですか?」って聞かれるんですよ。京子先生っていう人とか知 ているし発信内容も見てるんだけどえオンラインスクールやってるんですかってよく言われるんですよだから結構コネヒフさん自身が私こんなサービスやってますよっていうことを言ってあげないと逆に分かんないのかもしれない、ね、そうですよねそれはもう早急にハイライトに置いて何かしらでこう連絡取れるようにはしようかなって思います実はこの撮影以外のとこでもちょっと話してたんですけど、まあ、YouTube とかにも挑戦していきたいということをおっしゃってましたけれどもやりますその YouTube をやりたいと思った理由って何かあるの副業の学校で勉強したことにはなるんですけどやっぱりその一番番 参加してくれやすいのが YouTube っていうお話をすごくよく聞くよ聞のでやっぱりインスタで知ってもらうっていうのもすごくありがたいんですけど YouTube からお客さんをちゃんと撮れるようにっていう意味でちゃんともっと長尺でしっかり動画を作っていかないといけないなっていうふうに思ってます今ショートの時代で結構ショートショートって言われてますけどショートは確かに認知拡大にはなるんですけどなかなか教育はできないというふうにやっぱ言われてたりするんですね案外ショートを見見ててる人って朝食動画が見れないから ショートの人はなかなかお客さんになりづらいとかそういうジャンルもあったりするので、ショートから長編に流すやり方だったり、まあ、長編を作ることによって教育がもう進んでしまっているから商品がすぐ売れたりとか、まあいろいろあったりするので、まあそのあたりも小値百さんがこれからどういう風に活躍していくかめちゃくちゃ楽しみなところではありますかでもユーチューブやりたいというのはめちゃくちゃ私も嬉しい。もうもうやりたいです。<laughs> やりたいので、ちょっと今そのファッション系の発信されてるユーチューブの方のまあいろいろリサーチというかそういうのは進めてはいるんですけど、小値百さんがインスタ4アカウント目っていうところと。 これから YouTube を作っていきたいとかその継続するマインドっていうのかな心づもりなんかそこら辺がすごいなと思うんですけどその心構えの部分ちょっと聞きたいなと思うんです何かコイントってあるんですかこれ結構もしかしたら京子先生に言ったら怒られるかもしれないんですけど、ね、基本的に私もう私ごときがそんな1回や2回でうまくいくって思ってないんですね根本的にそういう風に思ってるんですなんでかっていうと私ちっちゃい頃から結構勉強も運動もできないし芸術的なセンスがあるわけでもないし 体も弱くてすぐ入院とかしちゃってたし人見知りで全然人とも喋れないしでなんかちょっと大きくなったらすぐ学校サボっちゃうしみたいな本当に劣等生だったんですね全然何もできなかったんで専門学校入ってから割とあの真面目にやることはやるっていう風になったんですけどやっぱ根本に私にレベルだからまあそんなうまくいかないよっていう気持ちがどうしてもあるんですよねなんですけどそういうネガティブに思っちゃう部分もポジティブに変えるっていうのは割と得意な方でまあ私だからまあ最初はこんなもんだ だからじゃあ次こうやってみようじゃあ次こうやってみようあまたダメだけどまあ私だから、まあ、次こうやってみようみたいなちょっとずつちょっとずつ改善していく過程を楽しめるっていうところは、まあ、強みではあるのかなって思っていますね本当にそう思うそういうのが逆に聞きたかったかもコネヒオさんの実はファンでもあるんですけど昔こうだったっていうことってファッションのリールだけとかフィールド投稿だけじゃやっぱ分かんないんですよね好きになるポイントって確かにその情報もそうだけどコネヒオさんが昔ダメだったこととか失敗したこととか今じゃ 見れない過去のことってめちゃくちゃ聞きたいと思うんですよ。それをコンテンツ化できるともっともっと売れる気がする逆に今聞いていてちょっと思いましたねなかなか出すのが恥ずかしい部分ではあるかなと思うんですけどそういうのもさらけ出していってもいいかなって思ってますマインド自分の特性を知っておくっていう私すごい大事かなと思っていて確かにもちろんネガティブな発言をしたらネガティブになっていくとか言いますけどじゃあ私ごときがっていう言葉がネガティブにとらわれるかもしれないけどコネヒヨさん自身あんまネガティブにとらえてないんだなっていうのは今聞いていて思っていて そうは言っても私こうだからっていうところがちゃんとされてるから私問題ないかなと思って聞いてたんですけどただただのネガティブになっちゃうとやっぱり良くないかなとは思うんですけど私なんかこんなもんだからちょっと次もう一回やろうみたいなそれくらいのノリでいければいいのかなって思ってう別にうまくいかなくてもね失敗してもまあ楽しきりゃいいかなとかね うーん、そこすごい大事だよね。結局それももう一個思うのは、やっぱり最終的に何がやりたいかっていうのか、自分がちゃんとはっきりしてればそれでも続けられるのかな。一回二回失敗したところで、最終ゴールここだから、じゃあそれに対してどうやってこうって考えられるから、やっぱり最終的に何をしたいかっていうのを固めといた方がいいのかなとは思うんですけど。この表冊何落ち込むこととかあるのなんかネガティブになっちゃうこととか。うん、ないです。<laughs> いいね。それはなんで、なんだろう昔はあったの昔は すごくめちゃくちゃネガティブだったと思います。ちょっとあんまり覚えてないぐらいなんですけど、でもそうでしたね。えー、なんで今なんかネガティブにならずにポジティブにで前にどんどん行動できるのか。いやもうそれも副業の学校に入ってからだいぶ変わったと思います、ね。あ、そうなんだ。はいね、嬉しいでもそれは結構前入ってすぐの頃の多分京子先生の勉強会っていうのもあったんですけど、メンバーの方が自主的にやってたお勉強会みたいなのに1回参加したことがあって、私もわけもわからずに行ってなんかすごく。 すごくとんちんかんな発言をしたと思うんですけどその時誰も笑わずにこれはこうだよって教えてくださったんですねそういう場があったから失敗しても誰も笑わないし怒らないしすごくいい環境だなと思ってでそこから結構何でもできるというかチャレンジできるようになったかなって感じてますね副業の学校のメンバーめちゃくちゃ人数多いですけどこのひよさんって結構キーパーソンになっているのかなと思ったりするんですけど結構みんな覚えてる気がするどう副業の学校の雰囲気とか入ってみてどうだったかとか そうですね入ったばっかりの頃からでも結構皆さん本当に優しくて助け合いながらみんなで頑張ってるなっていう感じはすごくあって。 で私入ってからまあ年数経ってはいるんですけどやっぱそれってすごく連鎖してるなって思ってまたあの新しく入られた方に対してちょっと前からいる方がサポートしてあげてとかそういう体制がすごく自然とできてるなっていうのがすごく感じますねこの前も東京の方でね会があったりとかをしましたけれども <laughs> すごく人数も増えてきていろいろな環境の方が一つの場に集結してすごく刺激を受けますよねやっぱりそうですね本当に普通に生活してるだけだったら絶対に接することがなく 年代もそうで住んでる場所もお仕事も全然違う方とお話できたりするので本当に刺激になりますねでもそれでねポジティブに活動できてるって聞けるのは私はめちゃくちゃ嬉しいですもう本当にありがとうございます京子先生 <laughs> とにかく楽しんでやるっての私もすごい最近めちゃくちゃ大事だなと逆に楽しいのがないとビジネスってできないんだなっていうところは思うのでふざけるっていうと本当にネガティブな言葉に聞こえるかもしれないけどそうじゃなくて余裕を持って結果楽しいと思えるそうするとなんか知らないうちに稼げちゃったと。 いうのが多分一番いいのかなと思うので、こネひオさんがこれからインスタ、ね、どんどん伸びて自分の商品売れて、YouTube を始めるって皆さん言ってますので、めちゃくちゃ楽しみにしておりますので、あの、概要欄の方にも、こネひオさんにね、ファッションコンサルお願いしたいなという方は、ぜひ、インスタグラムの方にリンク貼っておきますので、ぜひぜひ DM してあげてみてください。そして、ファッションのことね、プチプラでね、発信されている内容もありますので、なんかちょっとファッションどうやってやったらいいんだろうって困った方はですね、フィート投稿やリールの方も見ていただけると、こネヒさんめちゃくちゃ喜ぶと思いますので、よろしく。 毎日やっぱりアクションしていったり投稿していったりってすることも大変だと思いますけれども本業もありながら自分の商品ねどん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 売っていけるように、これからも一緒にねスキルアップしていきましょうはいよろしくお願いします。はい、いいさん今日あありりががととううごござざまましした。た。 ということで、皆さんいかがでしたでしょうかこれは私個人の思うところでもあるんですけど、どのような分野でも今の時代って、スキルの掛け算は必須のような気がしています。それは私自身がですね、現在の Web 業界では単品のスキルで戦うのはもうとっても難しくなったと感じるからです。スキルを掛け算すればするほどに自分自身が希少な存在になり、ブランディングが確立され、クライアントワークであれば単価が跳ね上がりますし、向こうから依頼が来ます。ブログ運営とか SNS をやっていたとしても、ライバルとの差別化が ができてキラリと光るコンテンツが出せるようになります自分で商品を持っていれば高単価な商品やサービスを取り扱えるようになり大手との価格競争に巻き込まれなくなりますこの動画を見ている皆さんもいずれは安定的に大きく稼げるようになりたいはずですからまずは一つ一つスキルを身につけて成長していきましょうねそしてお待ちかねのプレゼントのお知らせです、えー、今回の動画ではすべてお話しできなかったので、えー、皆さんにプレゼントという形でお渡ししたいと思いますネットを使って雇われずに個人で稼ぐ方法をもっと 本格的に学べたい人のために無料の365日音声メルマガをやっていますネットビジネスで稼ぎたい人に必要な全てが1年間無料で届く超リッチなオンラインプログラムですこちらの登録特典として有料級教材を5つプレゼントします雇われずに個人で稼ぐ力を身につけたい人副業して収入の柱を増やしたい人こんな人にとって必須のスタートアップキットになっています特典の1つ目が副業の始め方完全ロードマップですこちらは副業を始めるにあたって必要な全てが 詰め込まれたパッケージです。副業を始める前の心構えや時間の使い方、失敗確率を最大限まで減らす、取り組み方など約10分程度の動画が5本と図解資料20枚で解説されています。特典の2つ目がビジネスマインドセットの教科書です。成功者はなぜ成功しているのか、その鍵はその人の考え方によるところがほとんど占めています。こちらの特典では、そんな成功者マインドをおよそ15分の動画2本と図解資料8枚で脳内にインストールしていきます。特典の3つ目がウェブライティングの基礎講座です。ネットで稼ぐために。 絶対に外すことのできないコアなスキルウェブライティングを徹底的に学ぶことのできる基礎講座です12000文字 PDF63 ページ図解資料8枚というまさに有料教材級の内容が無料で学べます特典の4つ目がキーワード選定完全ガイドですキーワード選定の理解が一気に進む完全ガイドですこの特典だけで1から10までキーワード選定のやり方をマスターできますこちらもなんと8000文字 PDF33 ページ図解資料4枚をつけてプレゼントします特典の5つ目はネットビジネスで 稼げるジャンル大全です。稼げるジャンルに参入したい人のための図鑑のような特典です。そのジャンルの売り物や、どれぐらい稼げる見込みがあるのかまで徹底的に解説しています。こちらは3万6000文字、PDF158 ページ、図解資料36枚という圧倒的ボリュームでお届けします。これらの超豪華特典、全部無料でプレゼントしちゃいます。メルマガの登録方法は概要欄のこちらのリンクから飛んで、メールアドレスを入力するだけ1分で登録完了です。こちら365日と言ってるんですけど、 けど一年生2年生と続いていきますメルマガでも1年生2年生と作っていまして早い方はもう2年生に昇給されていますこのメルマガを読んで大きく売り上げを上げている方もたくさんいらっしゃいます X の方でもハッシュタグ強コメルマガと検索していただくとたくさん感想が載っていますぜひ見てみてくださいねそしてこの動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたしますグッドボタンとチャンネル登録をしてくれた方は今日から私の生徒です徹底的に指導していきますのでこのチャンネルを通して個人で稼ぐ力をどんどん高めていきましょうそれではまた次 次の動画でお会いしましょう